ミルク雑貨アカデミースペシャルウィークサッカーメディアさんいらっしゃいスペシャル井上真央でございます。ノーミルク佐藤です。そしてまたまたラゾン谷口です。ニヤニヤしてるな。もう慣れてきましたもんね。慣れてました、はい、ね、ラゾンさんの立場から喋、はいはい、りますよ、ね、はい、喋りますよ。いっぱい喋ってもらいたいな。そしてそして、はい、今回はもうこれは皆さんおなじみですよね。ですね、はい、もうよく見てますから、はい、ね、確かに、ね、はい、この方が来てくれました。どうぞ。東京生まれ東京育ち35歳現在奥様候補募集中好きな競争馬は精鋭いいかないいかないいかな。あの媒体名とこれねお名前かなきゃ分かんないから、このネタじゃあ天丼3回までなら許されるかなと思ったんで、ちょっと最後これは明日大事だぞ。次の方はもう大丈夫だと思うんですけど、さすがですね、はい、そこまでの流れをもう全部踏襲していただいてちょっといいですか、時間ください、はい、もういいですからね振りでしかないです。注意してこないです。3回目までできるかな。改めてご紹介します。サッカーキングより、はい、小松です。小松です。いやー、ようこそようこそ、すいません、ミルアカファンの方、ミッシーじゃなくてすいません。そんなことない。ミッシーと小松先生も双璧をなすね。ねえ、もう彼ありです。リベリードロッペンみたいな。彼ありです。そうなの？そうですそうです。どっちが先輩？僕10例ぐらいです。どっちが先輩なの？先輩全然僕ですね。あ、そうだね。ですよね。人生も社歴も僕ですね。人生も社歴も、はい、なるほど。というわけで今日はまあもう本当に言わずと知れたね、小松さんでいらっしゃいますけど、まあ、はい、サッカーこういう企画で、うん、あの10つつないで聞いて、ね、ここまであの横でね聞いていただいてましたけど、いかがでした？いや皆さんもうチャンネルやればいいのにってやってらっしゃる方もいますけど、確かに、確かに、はい、ね、いきなりもうゴリストさんからトップギア入っちゃうもんだから、どん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 プレッシャーかかっていくっていう、そう、皆さんもサッカーの話だからもういい、熱くなっちゃいますね。今なんか僕今ね、昨日そういうこと出ていただいたあの、うん、ゴールの温度さんがこちら見てるんですけど、ニヤ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 こっち見てますからね俺まだ出てんだけどぐらいでこうするんだよ。僕あそこまで見は切れない何を話していたかはぜひ昨日の、配信ご覧ください。小松さん今度お会いしたら言おうと思ったんですけど、はい、お願いしようと思ったんですけど、はい、銀の盾もらっていいですか？頑張って10万目指してください。僕らの高みまで来ればもらえますか？10万とかはちょっと難しいんで、はい、あの盾自体欲しいんですよ。サッカーキングって入ってますけど大丈夫ですか？大丈夫です大丈夫ですか？一応じゃあうちの会社に来ていただければ棚の上に雑に置いてあるんで触ってもいいですか？触るぐらい。なんで雑誌の YouTube をやってる人、いや、そりゃそうでしょ。それはもうサッカーキングさんとしてはもう銀じゃないと、うん、俺ら金を目指すんだってところでしょ。まあ、本音を言えば100万、本音を言えば100万。いや、それは皆様そうじゃないですか。そうですよ。だってずる、たまにムバッペとか出てんだもん、ずるいよ、だって。出てましたね。でもあれはミッシーの功績なんで。うん、そう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 。彼が急にカタールに来てくれって呼ばれてすぐ行っただけだそうなんですか。はい、まあ、カタールは違う、ね、あのネイマールの時は急に呼ばれてきた。そうですよね。今日せっかくね、来ていただいたら、もう奇跡的にというか、万が一サッカーキングさんって何かって知らない方いらっしゃらないと思いますけど、うん、一応こういう媒体だっていうこだわりとか編集方針みんなに聞いてるんですけど、そうですね、はい、うん、一応僕らは、うん、はい、まあ、フロムワンっていう会社が運営本体なんですよ、もう何度も邪魔したことありますよ、はい、で、カルチョという雑誌を、はい、まあ、最初スタートさせたのが、まあ、始まり でそこから途中からウェブの時代来るんじゃないかって言ってウェブサービス始めて、で今年からさ、今年サッカーキングになってちょうど10年なんですよ、うん、ウェブは。そんななるのか。はい、でまあ、他は野球やってたりバスケやってたりとか、フットサルコールやってたりとか、まあ、いろいろするんですけど、まあ、その中で僕はサイトのデザインも変わりましたもんね最近ね。そうです、はい、あとロゴで綺麗な黄色にね、ロゴデザインも変わりましたもんね。ちょっと変えました、なんか今っぽくしたんですけど。そうですよね。だからサッカーキングさんやっぱすごいのは、まあ、特にフォロワー数とか、フォロワー数スポーツ界、スポーツメディア界トップそうですね、日本サッカー協会よりは多いです。そうなんですよね、っていうのとかがあったりだとか、やっぱり今こうウェブとかそのメディアの中でやっぱりそのデザイン含めて一番こう嗅覚がすごい優れてるメディアだなっていうのがやっぱりあったりします。そうなんだよ、ね、うん、色合いとかっこいいなって最近それ聞いてるね。まあそうおっしゃっていただけると大変ありがたいなと思います。キングですね。いや、キングではないと思いながらやってます。あ、なるほど。キングになりたいで行かせていただければ。なんか今いいこと言ったんで、そのまま。全部早いですよね、その YouTube とかメディアの対応とかね。早いっすね。一歩時代の先行ってるところがありますか。
そう社風ですか。そう社風ですね、うん、それな誰がこう指示を出すんですか。次 YouTube 来るぞ。小林さん。いや小林さんはもうあれなんで離れて久しいんですけど、うん、まあ僕のまあ直属の上司ずっとやってた伊藤さん、まあまあうちの番組にも出ておりますけど、大好きなねがまあ結構 SNS やった方がいいんじゃない、動画やった方がいいんじゃないっていうのをいろいろやって、いただいてて、まあその流れの中で今好奇心旺盛なとかトライアルもいっぱいあるわけですか。そうですね、やっては閉じとかいうサービス結構あるんで、まあ、そうか、はい、あ吉本もね月刊誌作って3ヶ月ぐらいで終わった3ヶ月はちょっと見切り発車がコミック吉本、まあなんで、まあ、裏返せばちょっと節操はないですけど、Twitter とかインスタとか YouTube とか、まあ、LINE もやってて、TikTok も実は今やってて、うっていう感じでやってるんで、まあ、ちょっと時代にさすがに、まあ、あんまりやってることはないですけど、見るようにはしてます、ね、ああそう、やっぱポップさみたいな目指してるところなんですか。まあ、間口は広く作っていきたいかなっていう、まあ僕らはこう、まあ、ボリサさんとかダイジェストさんとかと比べると、まあ、もちろん専門誌出してますし、まあ、僕は直接ウェブなんで紙に携わることほとんどないんですけど、広くまず入り口になってもらえるようなことは必要はして、ね、逆にウェブの任務みたいなところありますね、はい、まあ、今時代はどちらかというとこう狭める方だと思うんですけど、でもね、ハーフタイムずっと見てますけど、たくさんの頃からね、はい、サッカー好きアイドルから、はい、ね、走り方講座やってる人までいましたね。ね、はい、すごいいろいろね。ギュンドアンに牛丼食わしたからやってるじゃん。あれはタツさんが呼んであれですけど、ね、ブログワンに呼んで、あれはタツさんがやったんですけど。いや先般に出てる。ね、はい、いろいろだからやっちゃいけないことはないみたいな、柔らかい時も。そうですね、まあ、その辺はもう編集部が面白いと思ったことやればいいんじゃないのみたいな感じなの でそれ考えるとやっぱり今ってどんな感じでられてるんですか、方針としては。今ですか、はい、まあ、なかなか、まあ、逆に言うと結構その間口が広くなっているので、ウェブサイトだけやってればいいっていう時代ではなくなっているので、まあ、僕らが手出しすぎてるってところもあるんですけどまあそこでどうこう折り合いつけていくかっていうところをこう取捨選択しながらやっていくっていうことと、はい、まあ、広くっていうのはあるので、うん、うん、海外国内、はい、例えば、女子サッカー、はい、女性、はい、はい、少年サッカー、はい、はい、はい、ちょっとタレントさんとか、はい、はい、はい、まあ、そういうのは一回全部もうフラットに扱っていく方向で、あ、どっちが上とかどっちがあっちとかじゃなく、はい、全部も一緒の歌詞が時流をこう見ながら、でそれでも今だなって思ったものをひたすらこう出し続けてる。そうですね、で、まあ、その中から、まあ、とはいえ時代も変わってきているので、うん、こう僕らのサッカーキングっていうものにこう何かこうコミットしてもらえるような、はい、はい、やり方しかしを考えなきゃいけない。もうあの配信すげえやってるから喋りがうまいですね。もう僕今ね、地味に緊張してるんですよ。なんかいや普段話聞く側なんで、ああちょっと MC がわあ、ゲストとして招かれる、そう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 、そな、そんなことも全然ね、わざと佐藤さんの立場なんで、全然、そっかそっかそっか、ダゾーンさんから見て、はい、サッカー芸さんどんな存在ですか。いや、サッカー芸さんもほんとかぶっちゃいますけど、早いっすね、早い、あ、いろんな反応、対応、はい、なんで、僕らとしても、なんだろうな、こう結構アクションが早いので、うん、すごく助かってますね。あ、いろんなことやってくれるんで、あ、その変化ですか。いや僕らも勉強すごいさせていただいてて、うんうん、まあ、ダドさんにやられて、まあ、特にそのコンテンツをどんどん出していくスタイルになって、うんうんうん、まあ、サッカーだけじゃなくてだと思うんですけど、まあ、そういうの僕らとしてもありがたい、うん、僕らで使わせていただくことももちろんありますし、うんうんうん、面としてそういうところでサッカーに触れていただく方が増える機会にもなるんで、うんうん、まあ、そうなると僕らだけじゃなくて、まあ、他の媒体さんも含めて、ね、相乗効果得られたりとかすると思うと、うん、まあ、さっき昨日か、温度さんでいらっしゃいましたけど、はい、ゴールさんの例えばソーシャルの使い方とかその勉強になったりとかしますし、ダゾンさんと相乗効果あるなみたいな話ですし、うん、あとサッカーキングさんですけど、ベースボールキングさんと あとバスケットボールキングがあるんで、うんうん、ダゾンとしては結構ズブズブですね。いろんな競技やってるんで。ありがとうございます。はい、スロムワン社としてこう、ありがとうございます。がっつりしてる、あ、がっつり仕事をパートナー、はい、そういうことですよね。だからもう
ダンゾンさんに頑張っていただいて、あのたくさん僕らありがとうございます。幕府と大名みたいな。なんですかこの関係。でもいい関係ですよ。そうですね。バスケもありますし、配信、そうか、あの野球も近いです。先生から見たらどういう存在ですか？いや小松さんといえばやっぱりこの話でしょ。うん、ここ小松さんもそうですけど。いやもうサッカーキングもそうなんですけど、僕、うん、最初もう小松さんの存在知って、やっぱりトッテナムっていうところがあるんで、僕ら2人とも。そっか、トッテナムつながり。そうなんですよ。日本に5人ぐらいしかいねえんじゃねえかと。そうなんですよね。いるでしょ。あのクイズノックの伊沢さんと、あとここ僕らとみたいなところがあります。これ何がきっかけで2人はトッテナム？小松さんが。僕はもうゲームです。ゲーム。意外。そうで、実はもう小松さんとこの話したんですけど、僕もゲームなんですよ。2人ともなんとゲームからトッテナムに入るっていうのがあったんですね。で、僕さ、何？アーセナルの話したじゃない、その時に僕もウイレでアーセナル強かったです、僕の世代って。すごい、僕アーセナルすごい。そういう感じ？そんな感じですね。誰よ。一応、まあ、スタートは僕厳密に言うとミランなんですよ、はい、なんですけど、いくつ？35ですけど。ああ、そっか、はいはいはい、なんですけど、まあ、それ見てた中で2090ぐらいのタイミングでゲームやってて、ハブリチェンコ使いたいなとかクラニチャール使いたいなみたいな、ちょっと変なクロート感出したいなみたいなところがあってスパーズ使うようになって、そこから愛着がぐーっと湧いていった。もう同じです。僕の場合はもうちょい後で2016年ぐらいなので、やっぱり今のハリー・ケインとか、あと移籍しちゃいましたけどエリクセンだとか、そのあたりになってくるんですよ。全然ベイルとか出てこないじゃないですか。あそこが一番のインパクトなんじゃないの？ベイルはあんなトップ下で頑張るなんて到底思ってなかったですから、見始めた時は。僕はその時なんてまだ見てもないですから。だから通好みなんでしょ、お二人は。言ってもそれはあります、ね、そうですね。メイン通りに行きたいっていう感覚は2人とも多分ないと思う。バルサ・マドリーよりアトレチコ・バレンシアです。ああ、なるほどね。 100% 一致ですもん、僕は、はい、うわすごい。ミランだけちょっと特殊ですけど、そうですね。今、ね、僕もうだからトッテナムが出たら、それこそミルボール、うん、あとナポリ・アタランタとか、うん、そこら辺ですから、ね、漫画で言ってもこうなんかね、こうなんか麦わらの一味でもあるとかね、あの脇役が好きだったり、まあ、そうですね。そうですね。セイント・セイヤ誰好きですか？セイントね、どちらかっていうとあれですな、車田正美先生の、ボクシングはあっちの方です。セイントセイヤリングにかけろの話知ってるな。ギャラクティカ爆弾よく知ってるな。よく言われます。35かお前。先生以上になりました。先生こういう話するともう仏の顔になるんですよ。早く過ぎ去る時間が。知らないから全く知らないですからね。いやよく知ってますよね。僕今日あのミーハーなんで。男坂でもなくね。リングにかけろの。ちなみにあの今年の取ったのもいかがですか？今年ですか？うん、今年はやっぱり新しい体制に変わりまして。今年はまあいろいろなクラブのファンの方にご迷惑をおかけしてるので。そういうポイントで、ね、勝ち点を取ってるっていう意味ですか？いやうん、まあ、もう名前出してますけど、ソン・フンミンさんのちょっとおけがネイドラーとか、そうでしたね、うん、ちょっとデレアリさんがいらんこと言ってくれたりとかしてくれちゃってますので、ね、最近でもあの外出してダメだよって言われてるのは、うん、パブでちょっとお酒を飲んでた姿が見られてしまったりだとか、結構ロックノールな事件が。そうなんでこれ、僕はプレミアリーグとかね、長年こういろんなこうニュースとか見て、なんでパブで喧嘩するんですか？なんで絶対パブで喧嘩したニュースが絶えないんですか？パブで喧嘩するか、パブ出た後に喧嘩ってどっちかですよ、大体ね。そうですね、結構なんか、うん、多分あれなんですか、祝いは聞いちゃってんじゃないですか。うん、でちょっと気になって口出したりとかして、あーっていうんじゃね。普通にパブで飲みに行くと、おいお前この間の試合で俺おいみたいな。それ立ち飲み屋ですよね。パブっていうのはそういうことじゃないですか。で喧嘩になっちゃうみたいなこともあったりとかね、わかんない。そうなのか。そうですね。これサッカーキングさん、やっぱ何でもこう先んじて今までやってきたサッカーキングさんが今ちょっと目つけてる、これはちょっと始めていこうじゃないかみたいな、ちょっとメディアのライバルの皆さんがいっぱいいる中ですけど。いやー、でこの間その 5G、はい、お世話になってる伊藤元上司、はい、とも話して、伊藤さんなんすかねって話で終わっちゃったんですよ、ちょうど。ホットワードで、それが模索中。結構だからその動画も、まあ、割と YouTube 皆さんやられて、今タレントさんとかもやるようになったじゃないですか、はい、そうですね、もう一般化してきましたからね。でじゃあそうなった後にネクストステージ TikTok は一応やってますけど、まあ、この後どうなるか分かんないんで、まあ、ちょっとそこどうなるのか分かんないなっていうところはありつつ、うんうん、メディアとしてっていうか、うん、まあ
その僕らの方で中の人が出てるのも、うん、まあ、そこのファンがつくことによって、はいはいはい、なるほど、そうですよね、はい、愛着も持っていただけるかなとかいうところもあるので、うん、まあ、ちょっとそういったところは目指していく一個ところなんじゃないかな、うん、これなんか隠してる言い方ですね、もう見つけてますね、これは ね逆にやっぱりいろんな企業さんこれ見つけててもらいたいっていうのもありますから、ね、引き出してパクったろうと思ってたんですけどね今回今のそんな感じしましたよ、ね、いやでも規模で無理ですもん、いやでも、ね、でももうそうじゃないですか、うん、まあうね、まさのファンがいらっしゃって、さっきのファンがいらっしゃってみたいなところで、こう見ていただくとか、あとはもう僕らとしてやらなきゃいけないのは、もう先ほどのボリサさんから吸収した、やっぱりオンラインサロンですよね、やっぱりやり方、サブスクね、多分そこが今のところ今回盗んだものですね、本当に調子に乗ったらえらいことになりますよ、360度カメラとか今あるわけでしょ、ありますあります、なんかこうね、ああいうものっていうのは、そのどなんかね、結構その VR、AR、没入体験ができるとか、まあ、そういうこともできると思うんで、まあ、その何ていうんですか、バーチャルとリアルがこう混ざっていく風になっていくと思うんで、 そうですよね、その後はまあリアルのイベントを大事にしていったり、まあ、そういうことは一個方向性としてあるのかなとは思うんで、あとね、ちょっと最後に僕一個だけ聞きたいことがあって、はいはい、これも小松さんというのもサッカーキングさんにっていう意味ではあるんですけど、あの今あの募集されてるじゃないですか、はい、採用活動ですね、はい、やっぱりこう今までの中でもそのやっぱり全国的にもこうサッカー業界とかこのメディア業界で働きたいっていうことで結構多いと思うんですけど、その中でやっぱりその中で大きな窓口になってるのはサッカーキングズ、いわゆるフロムワンさんなんじゃないかなって思って、楽しそうに見えるもんね、そうなんですよ、だこういう人を採用されやすいよみたいなちょっと情報あったり出してきて、ちょっともしか小松さんとしてもこういう人と俺は仕事したいんだっていうその仕事論ちょっと一個聞きたいなと、はい、これ結構ねあれなんですよ、新卒僕らで募集してる時とかも、あの新卒の子たち説明会やる時僕が偉そうに、あらまあ、小松さんが見てる小松さんなんなんでしょうね、うん、まあ、そう言っていただける方もいて、うん、ありがたいなと思ったんですけど、サッカー好きなのは分かってるんで、まあそうですよね、はい、なるほどね、で、でそれでサッカーの知識ぶつけられても知ってますっていう風に、まあ、なりがちになるので、むしろそこはもうある意味前提というか、そうです、うん、なので、まあ、プラス何かこういうことをやりたいっていう、まあ、ビジョンがちゃんとあるとか、うん、僕はもうとにかくじゃあ中国語はもうバッチリですとか、まあ、三島が実際、日誌が実際コルゴがとか、まあ、コルゴで撮って立ってわけではないですけど、そうかそうかっていうのでもいいですし、ブラジルで、ね、育って僕はもうとにかくファッションが大好きなんです、あっていう方から、ね、サッカーかけるファッションとか、そうです、かけるゲームとか、なのでサッカーだけじゃなくて何か他にもちゃんと情熱を持ってる、これすげえ大事ですね、サッカーかける笑いいいじゃないですか、はい、私あのピンネタが書けるんですけど、じゃあ構成作家ありがとうございます、あれ見る赤が終わるかもあれ、いい話でしたね、これでもあの仕事論、ね、仕事論だし、はい、求人のね大事な、これサッカー業界だけじゃないもんね、はい、これはいいこと聞きましたね、はい、ただサッカーはないがしろにしてるわけではないので、それは前提だよ、サッカーは大前提であって、まさにちゃんとしてんだねそうですね、バイトからなんとか潜り込んだんでそうなの、まず、あ、叩き上げ、そうです、あ、今回ちょっとみんな叩き上げですね、話的に言うとね、すげえ、はあ、じゃ あの世代別代表有数ではないってことですね、そうです ね、はい、藤本タイプですね、要はね、うん、バーディーとかね、ホペイロでとりあえず入ったけど、お前ちょっと練習混ざってみろよから、こうなんかまあ、すごいそれ私のやつだ、最初富樫啓マンだな、これははあ。これはいい話でしたね。今、ね、やキングということでございますね。ね、あの谷口さん、はい、いかがでした今日は。いやー面白いですね。いただきました。いただきました。いやでもあの最後の採用の話は僕らとしても多分共通する部分は。ダゾーン3人入りたいっていうか、ね、好きっていうことはもう分かってるから。うん、そうか。それそうだよね。それをプラスで多分なんか味を出さないと。そうですね。存在感みたいな。かける何々があります、リスナーの皆さんにも勉強になるわと、うん、谷口さん、まるっきり同じことを言ってますまとめてくれまとめてくれたから ねありがとうございます、いや、小松さんお忙しかった、ありがとうございました、楽しかったです、どうぞ、あとは明日のはいお友達を、はい、ご紹介いただければと思うんですけど、明日はフットボールゾーンウェブさん、はい、はい、おー、あれまた、はい、ありがとう、なんかお知らせ最後にあれば、
幸せですか。ちょっとなんかちっちゃな媒体でね、あれですけど、ごめんなさい。ジムさんで言えばね、もっと面白い。あの夢を叶えます的な話で、なんかお知らせあれば。あ、まあそうですね。今ちょっと10周年なので、まあちょっと夢叶えますみたいな企画やってますので、あ、うん、まあツイッターとあの僕らのサイトの中で応募フォームみたいなのがあるので。それも何か誰それのに会いたい、誰それの試合、どこどこの試合を見に行きたいだけじゃなくて、何かこう大きい理由が素晴らしい、僕らも、はいはい、ありがたいなっていう風になるので、はいまあ、ちょっとそれで何かあれば、わかりました、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いします。ちょっと僕の夢もちょっとコラボしてもらっても大丈夫ですか。コラボですか、ね、やっぱりそのこなんかこう、ね、十何万人の、ね、フォロワーにこうちょっとこう、ね、指定して、あの佐々木なんとかさんにもすごい会いたいんで佐々木なんとかさんは、あの舞台をやられるみたいなんで6月。あ、そうなんですか、はい、そちらでぜひ観客席フォロワーに入りてよ裏口の鍵かてえんだよ、そこそうそうそう、迎え来てくんねえと入れねえんだよ、はい、そうですよねなるほど、ありがとうございました。井上でした。直美里でした。そして名古屋番口、サッカーキングの小松でした。ありがとうございました。ありがとうございました。また聞いてください。ありがとうございました。聞いてくださいね。10時まで、すいません、ありがとうございます。チャンネル登録のくだりちょっと言ってください。サッカーキング、ぜひチャンネル登録よろしくおい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 ミルクサッカーアカデミーもぜひチャンネル、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。